国際体操連盟 FIG 会長で国際オリンピック委員会 IOC 委員の渡辺守成氏が24日東京都内で記者会見し来年3月の IOC 会長選に向け五輪の理想像についてトップダウンではなくボトムアップの五輪を作りたい納税者が納得するような五輪に変えないと支持されないと語った渡辺氏は日本人として初めての立候補 現職のバッハ会長は来年6月に任期満了で退任し、候補者は渡辺氏を含めて7人。出馬を決めたいきさつについては、決して自分のためではなく、スポーツを愛する方や選手、子どもたちのためにやらなければいけないことがあると語った。IOC 会長はドイツ人のバッハ氏が9代目で、欧米以外の出身者はいない。渡辺氏は欧州中心の IOC から 本当の意味での国際機関に変革すべきだと変化の必要性を訴えた。